こんにちは、山瀬根の北川です。今日はですね、また業者さんからこんなものが届きました。カット済みの越前ガニですね。通常、カット済みの冷凍のですね、あのカニっていうと、ロシア産のカニとかですね、アラスカ産のカニを、さばいて、製品化する、していくっていうことが一般的なんですけど、これはなんとですね、福井県のこの黄色いですね、タグがついている越前ガニのカットバージョンですね。でしかも甲羅もついてます。甲羅付きの姿のカニを食べやすくさばきましたという商品がですね、あの業者さんの方から送られてきまして、で、実はですね、年が明けて3月ぐらいに、あの越前ガニって12月ぐらいまでものすごい高値がついてるんですけど、あの1月2月3月って徐々にこうお値段が落ち着いて下がっていく傾向にありまして、でその3月にちょっとカニラの値段が下がった時に買って、あの製品化して送られてきてあったんですけど、ちょっと今の今まで冷凍庫の方に眠ってまして、ちょっとこの前整理してたら見つけたんで、実際ちょっと食べてみてですね、果たして本当に美味しいのかっていうですね、検証していこうと思います。ではですね、早速こちらを流水で解凍してですね、調理していこうと思いますので、解凍後へ移動します。では、解凍してですね、準備ができました。越前ガニのちょっとですね、半分ぐらい解凍してみました。今日はですね、こちらをですね、今ちょうど1匹分のカニ味噌ですね、こちらに入れてあるんですけど、今日はここの甲羅に、チーズを加えて、越前ガニのカニ味噌のチーズフォンデュをですね、作って食べてみたいと思います。ちょっと一度やってみたかったんですけど、これがちょっと美味しかったら革命的だなと思ってまして、カニ味噌とチーズあえてチーズフォンデュするっていうのはですね、これからのまだちょっとカニの広がりにもなるんじゃないかと、ちょっとワクワクしております。でちょっとカニ味噌ですね、少し焼いていきますね。でこちらのカニ味噌もですね、もう入れちゃいます。今回はこの2匹分のカニ味噌を、贅沢にですね、こちらの方で焼いていこうと思います。はい、でちょっとグズグズなるまで早送りしていきますね。ちょっとカニ味噌がですね、グズグズ沸いてきたんですけど、さすがに生の状態なんで、味噌に火を通していきますね。だいたい5分ぐらいはまずちょっとこう火を通して、それからちょっとチーズをですね、加えていこうと思います。カニ味噌も不思議やな、姿の状態で湯がくと、ゆでガニの殻をパカッと開けた状態のカニ味噌に固まるけど、このまま多分熱しても状態には固まらんでしょう。そう思いますね。なんでなんですか。そう、それが今改めてすごい不思議やな。時間じゃないんですかね。15分ぐらい湯がくと固まる。そうかね。でも確かに生々にはなるんですか。確かにちょっと固形にはなってきますね。系の秒針の気持ちになって。時計の針化しようかな。はい。じゃちょっとカニ味噌がいい感じでグズグズ、火が通ってきたんで、ちょっとこのチーズをですね、加えて、いこうと思います。ちょっとこれは僕らも今回初チャレンジなんで、ちょっとチーズの量も少し様子見ながらですね、作っていこうと思います。このチーズが果たして溶けるのかっていうとこからっすね。溶けるんですか。あ、でもやっぱとろっとしてきますね。お、あ、これ美味しそう、美味しそうですね。これはちょっとチーズを追加していきます。チーズがまたこんな感じですね。でもだいぶチーズの
とろみもいい感じでついてきましたね。よし。でちょっとカニもちょっとこちらの方で、焼きガニにしていきますね。カニ味噌チーズができる間にちょっとカニ身を少し、焼いていきます。だいぶいい感じにとろみがついてきました、うん、チーズフォンデュっぽくなってきましたね、うん、だいぶいい感じですね、うん、このまま食べても美味しそうですけど、感じで大丈夫でしょうか。多分もうちょっと入れますか。カニ味噌、そうですね。もうちょっとチーズ追加していきます。このまま食べてもちょっと美味しそうですけどね。ちょっと味見していいですか。お願いします。でちょっとカニ味噌、チーズの味見をちょっとしてみようと思います。うん。思った以上にあの塩がかなり効いてますね。多分カニの持ってる塩分だと思うんですけど、カニの塩分がかなり入ってしまってますね。じゃあカニの方もですね、いい感じに焼けてきましたんで、ちょっとここにカニを投入して、カニ味噌チーズフォンデュの味は、どうなのか、こんな感じで、実食してみたいと思います。はい、いただきます。うん。うん。うん。なるほど。カニ味噌の味が濃すぎてですね、チーズが完全に負けてしまってます。ほぼですね、カニ味噌の甲羅焼きみたいな状態になってしまいました。おいチーズ。そうですね。でちょっとチーズが少ないかもしれないんで、もっとちょっとチーズを大量に投下してですね、もっとちょっとチーズの量を一回上げてみて、再度実食してみますね。越前ガニのエキスが強いわ。強すぎるっすか。チーズフォンデュってもっと伸びますもんね。うん、もう僕チーズフォンデュ食べたことないんですけど。そうなんだ。チーズ嫌い。嫌いではないですけど、うん、食べる機会あります、うん、いやあんまないよね。家でします。いやしないですよね、うん、食べに行こうともならんでしょう、うんうん、女性の方は好きでしょうけど、うんうん、食べたことないんですよね、うん、見たことしか。どうしますか。お前の生クリームも全部使ったもんな。あの時だってシャビシャビやったじゃん。伸びんのっすね。そうやな、意外とトロッとはならないっすね。よし。ではちょっとチーズをですね、150g 大量投下してみたんですけれども、ちょっとチーズフォンデュみたいなですね、ちょっと感じにはならなかったんで、ちょっとはっきり言って失敗作かもしれないです。すみません。はい。まあ、ただちょっとチーズを入れた状態で実食してみますね。はい。じゃこちらのカニ身と合わせまして。いただきます。うん。うん。カニ味噌ですね。チーズの味しないんですか。失敗だ。いや、しますよ。
カニ味噌チーズにはなってるんですけど、チーズフォンデュじゃないですね、これは完全に。完全になんか、カニ味噌のチーズ焼きみたいな。うん、味的にはまずくないけど、そうですね、まあ、結果味は美味しいです。カニ味噌を好きな方は、うん、うん、いいですね。あ、でも逆にお酒のあてとかご飯とかこうトーストに乗せて焼いたりするのはありっすね、これは。だからちょっとそっちの方で活用した方がこの商品の多分付加価値は上がります、ね、チーズフォンデュではない。そうそうそう、チーズフォンデュではなかった。ちょっと選択ミスしてしまいました。カニさんすいません。業者の方すいません。まあでも気づきはあったんで、カニ味噌チーズっていう商品をですね、今後考えれるんじゃないかなと思います。チーズフォンデュってあれのがいいんですか、生の姿の味噌じゃなくて、加工のカニ味噌。そうですね、ベニズワイガニのカニ味噌の商品にちょっとチーズと少し入れるか、うん、スーパーにチーズフォンデュで売っとるやつあれじゃないですか、はいはい、あれにコーヒーのカニ味噌入れる。ああ、なるほどなるほど、追いカニ味噌です。そうそう、そっちの方が、はい、確かに良かったかもしれないです。確かにこんな 100% のカニ味噌から作るものないですね、あれは。完全にカニ味噌は出来上がったところにちょっと足すぐらいで良かったですね。そうそうそう、これカニ味噌 100% を煮込んじゃったんで。あ、機会があればそっちでしましょう。そうですね、ちょっと今回は、初の失敗作ということに、初でもないですけど、失敗作ということにちょっとなってしまいましたけれども、カニをですね、ちょっといろんな形で美味しく食べれるやり方をですね、今後も挑戦していこうと思ってます。今日もご視聴ありがとうございました。またですね、チャンネル登録とかですね、高評価の方も、よかったら、よろしくお願いします。コメントも、お待ちしております。今日もありがとうございます。